どうもこんにちは、銀音卒内定ゼロ就活生の鈴です。はい、稲山です。今日は大学が始まった4月の1日に密着していきます。先月の3月バージョンも見てね。はい、見てね。この日は1限と2限があったので、まず午前中は大学にいました。いや、鈴さん大学に友達いなそうですけど大丈夫ですか？いないです。どんまい。はい、一人で大学行って、一人で講義を受けて、一人で実習してます。他の企業でインターンしてる同い年の子とお昼ご飯に行きました。ジョブ TV のね、あ、インターン出た、スーパーバリキャリのサクちゃん。やばい、サクちゃんです。あ、こんにちは。ジョブ TV でインターンしてるサクちゃんとランチに行きました。ご飯食べていきます。ご飯が来ました。スンドゥブと豚丼のセット。結構ボリューミー。めっちゃ食べる、全部食べた。で、ランチが終わってイエイ。画面がキラキラだな。サクちゃんとご飯が終わったので、これからサクちゃんはここで作業して、はい、お邪魔します。私は次はキャリアアドバイザーさんとの面談に行ってきます。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。高橋静香です。キャリアアドバイザーさんと面談しました。ジョブ TV の人ですね。え、これは何したんですか？この時は就活相談した。就活相談、具体的には自分学知科と就活の軸が不安だったから、そこも偽面接してもらって、でその後に自分に合った企業を紹介してもらいました。現在今高橋さんのまずはちょっとあの就活のご状況というかお悩みの部分とかをまずは伺えればと思うんですけど、はい、今の就活の状況で言うとちょっとまずは模擬面接からいきたいと思うんですが、はい、僕の方からご質問させていただくのでお回答お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。でちょっとフィードバックとしては、はい、ありがとうございます。はい、はい、南さんと模擬面接したりとか、まあ、稲と模擬面接したりとかして、はい、結構自分ボロボロだなって自信なくしてたんですけどこの時めっちゃ褒めてもらえた。あ、よかったです。あの僕らがボコボコにした分をあの褒めていただけて。この後ね、今日面接があったんだよ、うん、この日だからめっちゃ自信がつきました。あ、それよかったっすね、うん、で、あと私さ今2社しか受けてないじゃん、うん、でちょっと不安だったのね。だから、まあ、就活塾話した上でこの就活塾だったらどういう企業合いますかっていうのを聞きましたね。すずさんの塾で提案できる企業とかあるんですか？そう、あったの。ニュース TV さん。へえ、知らなかった。という会社紹介してもらいました。あと私も知らなかったから新たな選択肢ができましたね。よかったですね、持ち駒が増えて。本当に、うん、そう、今ここも選考を受けます。ありがたかったですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこの後5時6時で面接の本番があるんですけど、その本番の前に最後にもう一回ちょっと練習をしてもらおうかなと思います。はい、それではお時間になりましたので面接を始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3回ぐらいやったよね。3回ぐらいやりましたね。もう本当に笑い抜きでマジの面接官モード入ってマジのガチ面接、ガチ指摘を記念にしてもらいました、はい、ちょ後輩ながら、僭越ながらさせて、はい、あ、そこの次、はい、これは一人で何を話すか練習してる。これ普通に自分でズームつけて、自分でズームつけてやるんですか？自分でズームつけて自分どういう表情してるかなっていうのを見ながらやってたわ。すごいけどめっちゃ大事ですね。うん、めっちゃ笑顔、めっちゃ笑顔で頑張る。確かに、一人でこんな笑顔できるのすごいですわ。誰もいないから、誰と話してないから、その時自分の絵を自分で見てるから、ね、もう女優ですね。はい、では面接4時55分で今50分なので残り15分になりました。もうここまで頑張ってきたと思うので、あとは明るく楽しく元気に話せたら嬉しいです。でもこれ最終じゃないのでまだまだ面接あるんですけど、やっぱ緊張しますね。でも頑張ってきます。では面接頑張ってきます。すずさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今の心境をどうぞ。わかんない。わかんない。で1個前の時はあ、もう絶対自分来たなって思ったのよで案の定受かってたんだけど、わからない。怖いなぁ。ぶっちゃけ何段ぐらいですか？50。いや、わかんない。受かってるのが4時、落ちてるのが6時。落ちたかもって思ってたわ。落ちてるのが6時。受かってると思うけど、まあ、でもメッティカは受かってました。ありがとうございます。お疲れ様でした。は
はい、ということでこの後は友達と電話つなぎながら就活 ES を書いて終わりました。めっちゃ就活してるけど何時間ぐらいやってるんですか？この日は8時間ぐらいかな。 8? でも面接があった日だったし、内定ゼロだからヤホーで頑張らないとなと思って、はい、今踏ん張りどころですもんね、はい、ちょっとこれからもいろいろ選考あると思うので先輩よろしくお願いします。任せてください。はい、ということで今後も稲にたくさん就活させてもらいながら頑張ろうと思います。はい、何月までに泣いてほしいですか？目標は7月までに欲しいです。7月取った後は何するんですか？インターンかな。ダイアリーの YouTube 伸ばすために全注力しようかな。ありがとうございます。じゃあ来月もまだ就活続けてると思うので進捗話したりこういう一日密着する動画撮るので来月もよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあねー、せーの、じゃあなー。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。